はい、こんばんは。ちょっと遅くなったけど、12時からやけど、もうちょろっとしかしない。眠くたくなるまで寝る前にちょっとウイポやります。よろしくお願いします。2014年1月1週からやね。この世代はね、おばがそんなにね、強い世代じゃないから、チャンスちゃチャンス。ではあるのよ。で、今、リスナー名メンバーがね、この世代結構いい馬が多いから、プリケツとドレッツを、私オペラ王かな。十分食い込める世代だからな。なんか取ってほしいな、クラシック。ワンアンドオンリーとイスラボニータで、ヒンバがハープスターとかかな。パータがやらかしてた時期だね。じゃあやるか。ハープスター追い込み場だったけどね、なんかパータが手が合わなくてね、掘りこぼしてたわいつも。じゃあやっていきます。しゃっくりが調子ドレッツキサラギッシュ、オプフル3着は立派だよな。うん、汎用ステークス歩く皆川がデビュー戦、こいつも強そうだな。遅め海外遠征、ブルーアナデム、こいつも強そうなんだよな。この世代いいかも。技術教育を誰かにしようかな。馬刺しかな。馬刺しにやろう。あ、今やってんのか。デッカマラにやる。デッカマラ遅めないよね。だから成長曲線、まだこれからの馬やけん。パワー上げる。いやあんま良くないなこれ。やめとこう。ハミットパープル。海外重賞を取ったね。微妙。関西新馬歩く皆川デビュー戦だね。あ、これ全然分からん。うっぱいキュアのこと。鳥さん
歩くみんなが先頭、後続大きくちぎれました。200を切った。後続はまだ後ろ、歩くみんなが先頭です。このまま押し切るか。2番手はアウトバコ、これ歩くみんなが独走、歩くみんながぶっちぎりです。2着はバンブトン、やっぱちょっとな、日本ダートバが飽和してんだよな。アサシも、アサシタベロもいるし、めっちゃいるんだよな。アルクミナが大差。これも大事に育てていこうか。はい、人気がある。マイオステイクス。中山金杯。地球は人気か。地球石いね。これあれ、目白の人っぽいよな。この瀬川敏子さん。モデルが。ワサショペロ。ブリケツエロイの新山記念。朝日杯制して、このまま新山記念に。これ、勝ったら、サツキ賞やね。いたずら好き。旧車の士気が高まって、調子が上昇しやすい。バサシオペロ。最高峰教習？よくわかんないけど。まあいいや。S ストロークもダートバだしな。成長していきます。かなり良い。ちょっと待ってね。先に。おっ、おっ。ホランディアドバイ。完成。これ2軍に落とそっか。気持ちいい。あ、私、私に行くけど。これかな？かなり瞬間。マイライフ DU。2600m、海外遠征。おっと、レースが良くないね。日経賞かな？ちょっと間空いちゃうな。バルタ調教と、いい。アドジョ。はい。プリケツエロイの新山記念一番人気。この世代はマジで狙い見ながら、ちゃんとしたね、勝てるレースで勝って、特納をつけてね、行きたいな。セシルカメハメハ、先頭、内から、テンマリンガ。プリケツエロイ、まだ後方。これは厳しい。厳しい。セシルカメハメハ、ほんま？先頭、外から追い上げてくる。プリケツエロイ、
200を切った。ここで先頭変わってプリケツエロイ、やっぱプリケツ世代だな、この世代。後続は大きく離れました。プリケツエロイ強い強い。プリケツエロイ圧勝。次サツキショー。2着はエイシンブルズアイ、3着にベアトカー。 2100m まで走れるらしいから NHK マイルも出そうね。マイルが多分一番適距離だと思うけど、33秒9、いいね。優勝3連勝、レベル傷のレベル上がった。この馬のことが分かってきた気がしますと。日経新春杯、愛知杯の週かな。これなんだこれ、名品級ができるかも。ライトスターのイベント、ライトスター甘い棒。サシオペラ王の若駒ステークスが来週、食べろうが川崎記念、デカマラがトリトンステークス、ウマソラがなんかちょっと良くないんだよな。手抜き癖と引っ込みじゃんついちゃったな。はまあいいと。キサラギッシュ、アーミットパーブル京都記念、デスストローク、フェブラリーステークス出んのか。ちょっと。これ良くないな。距離が、なぁ、短いね。距離が短い。赤に行く。行くか分からん、正直分からん、難しい、使い分けが難しい。ダート路線多すぎる。あ、歩く皆川、登録しようか。1月3週目。トゥルーアナデムの新馬戦、エレコンドルパサーの子供見てみるか。トゥルーアナデム先頭、後続とは3馬身以上、さらに突き放します。残り 200m、 これは完全にちぎれた。2番手はアグネス・アビシニア。トゥルーアナデム、これは決まったか。完璧です。圧倒的な強さを見せました。正直強いのかどうかわかんないな。3着にヤマニーアンサーズ、デビューがちょっと遅かったからな。トゥルーアナデム、タイム1分37秒、そんな速くないな。1600だろ。デビューに聞こう、故障にも強い、一枚の足の力強さも際立っています。パワーもある、赤も得意、ピッチング苦労、
このね、馬多分スピードが足りないんだよな。しのぎ切れるか、粘れるか、早めに前に行かないと。先頭外からウィッチングカロー、先頭残り 200m、 ウィッチングカロー伸びてきた。残り 100m、 2番手はサザンケイト、ウィッチングカロー。2着あれだ、クラブバだね。先頭はウィッチングカロー、1着でゴール。2着はサザンケイト、ウィッチングカロー、見事1番人気に応えました。いけるな、1軍に上げるか。こいつずっと2軍にいるけど、スピードが足りねえけん勝てないかなと思ったけど、勝てるな。日経新春杯、あー、一番式ゴーセンダーオーシャンブルーデニム、デニマンドルビー、これディープサンクの牝馬だっけ。3着バサシオペラオの若駒ステークス、アメリカジョッキークラブカップ。あすか、お守り小敷、この馬も結構強かったよなぁ。オーサーリエッタ、チューリップ賞、桜花賞トライアル。アンサンセルの。あ、バイオライト。ライトスターはダートに行くんか。ダートも走れるけど、出るレースはないのかな。インコス。こんなもんか。ウィッチングクローを一軍に上げようかっていう話をしたんだ。あれ、ウィッチングクローいなくね？放牧してんのか？あれ？あ、いたいた。アメリカ行こうとしてる。いやー、これやめよう。目指したがり屋の一面がある。注目が集まる状況を用意したい。勝てるレースに出すし、いいの。これでいい。1番人気、4番人気、1着アメリカジョッキークラブカップ。バトニアエリンはいつもね人気になるんだけど、勝ちきれない時があるな。相手はそんな大した馬はいなさそうかな。クーさんがパルワールドやってる。やっぱもともとセブンデイズ2ダイやってた人ら結構パルワールドやってる人多いんだよ。全然違うゲームであるわ。あとね、なんか一個ね、サバイバル系ゲームで気になるゲーム、なんか1月の25日ぐらいに出たやつ、なんかね、パルワールドと時期が同じで、なんかちょっと埋もれちゃった感じはあるんだけど、なんかちょっと気になるゲームがあったから、と面白そうやなって思ってんだよな。インシュラウドみたいな名前読み方全然わかんないけど、バトニアアイリン、中山校舎、
有馬記念にこれで出せるな。あ、でもちょっと、あんま嬉しい職能じゃないね。中山、限定的すぎる。私オペラ王の若駒ステークス。うわぁ。スザワールドがいる。2番人気、カリムカード。いや、そんな強くないと思うけど。スザワールドはトゥーザビクトリーの子供やけん。人気あるのはわかるが。これ何？ロイヤルタッチの子供？いや、俺これちょっとわかんないわ。あってほしいけど。3番人気か。舐められてるな。先頭外からビオラレイブン駅前先頭残り200m馬刺してるよな。ほら変わって馬刺しお寺を。え、なんで3番人気だったの。ベルキャニオン馬刺しお寺を先頭だ。先頭は馬刺し、人気じゃないんだよな。1着でゴール、2着は微妙です。見事に勝ちました。強いね馬刺しお寺を。馬刺しもゆっくり育てようかね。別に急いでクラシック行かなくてもいいけど。クリケツがな、まだ発揮症行くからな。タイムはそんな良くないね。無傷の3連勝と未だ無敗。スピードのノリがたまりません。私オペラ部ならダービーを勝てる。相関に達するだけの能力ありますよ。安定感があると。あ、能力つかんかったな。勝てる馬刺しはね、もう一個の馬刺しもそうやけど、最初ちゃんと勝てるレース選んでしっかり力つけてから行った方がいいね。大事に。アミトパーブルスという子、川崎記念、馬刺し食べろの川崎記念やね。デカマラ帝王のトリトンステークス3勝クラスだね。よし、馬刺しオペラ王イベント、馬刺しオペラ王が話題に上がることが多いと。来週がストレッツをデスストロークでかな。うん、デスストローク佐賀記念、ストレッツ如月で京都記念かな。グリーンネスはまあダートも走れるけど走らせん方がいい。あと馬刺オペラ王、弥生賞出んのかお前。イスラボニータとかワンサンドオンリー、この世代を象徴する2頭が出てるな。ちょっとこれやめよっか。関西だからゆっくりでいいと思うんだ。別にこんな急いでクラシック出る必要はないと思う。なんならスプリングステークス、ああサトナラジンがいるな。毎日試合出そう。はい、うわ、はい、はあと行く。馬刺し食べろ。これ
あ、いや。ゴー。あ、川崎、馬刺し食べるの川崎記念だね、ついに。あったな。6戦1機。え、ペガサスワールドカップ、ハーフ。ちょっと飛ばすか。ジャック。ペガサスワールドカップ G4。最強馬がいるな。ゲームオンデュード。こいつ強いんだよな。6着。馬刺し食べろ。川崎記念1番人気。2番人気ナンフォルス。3番人気ユールビット。目につく馬はいないから、これは勝ってもらうのは困るぞ、馬刺し。これ勝ってドバイに行こう。馬刺し食べろ。それかサウジ。後続とは3馬身以上、さらに突き放します。メテオロロジスト、足を伸ばす。この差は果たしてどうだ。後方から一気にランフォルセ。やっぱ大事に育てた分やっぱ強いな。2着は微妙です。やはり中央の馬が強かった。勝ったのは馬刺し食べろ、こんな感じでリスナーさんにつけてもらった馬は大事に育てるから、よければね、なんかいい馬の名前とか思いついたら、馬名を書いてくれると嬉しいです。地方とはいえ、ああ、強いね。改めまして、私食べろでの川崎記念勝利おめでとうございます。私も私食べろの管理について今回手応えをつかむことができました。きっと私食べろの良さを引き出していけると思います。海外行くか。デカモナ帝王の3勝クラス。2番人気なのか。レッドオーバル。あんま聞いたことねえけどな、この馬。成長曲線は遅めって書いてたね。デカ村。来てる。デカ村来てるな。いや、こいつは伸びてる。2着だ。ちょっと今まだ能力が足りてないな、デカモラ。成長すればいいけど。ちょっと立ち止まってるね。これ2月の2週、京都記念か。デカマラはしばらく時間かかるかもな。上がるの。もういいじゃん。あ、今日だけね、来週だね。今週は、デスストロークの佐賀記念と、トレッドの基礎練習。ああ、馬刺し、フェブラリー出ようとしてる。いや、やめよう。出る？他に出てる馬いないんだよな。あ、マジか。ああ、アウジカップこそ、ああ、でも最強馬が出てくるな、これ。ゲームオンデュードが。ちょっときついな。ドバイワールドカップ。
あとは負けちゃった。カマラ暑い200短いの走らせたまるな。ほんとワンダーキューとアウジやめてユラリ出そう。いや。よし。自分見て。あるっ。遅め。ダメだ。チャンス。維持。リバーに走らせ、線決めないとね、出線。デスストロークを差が決め四方を走らせる。サミットストーン先頭、あれなんか良くないぞ。デスストローク、これさせない。四方の直線は短いぞ。お、いけるのか。いけるんだ。内から来てるけど、ああいけるな。いやーでもアガ記念のレベルでこの、さあちょっと危ないな。ピークはさ、落ちてるね。デスストローク。あ、でも成長でなんかついたらいいかな。ついたね。風車持ち。キサラギ賞、ストレッツォ。3番人気。ホープフル3着で、ダラギ賞も3着って、どうなの？バンドワゴン、先頭、前に迫る、エイシンブルズアイ。勝てないかな。外からピオネロ、前に迫る、オートリカラフル、バンドワゴン、先頭、さあ、エイシンブルズアイ、一気に来た。残り 200m 先頭は変わって、いやちょっと勝てんね。一気にシーサイドバース、シーサイドバース2着か、2着ならまあいいか。シーサイドバース、シーサイドバースって誰だ、見たことねえぞ。見事に勝ちました。シーサイドバース、エーシンブルズアイ。ちょっとそれとも厳しいな。現時点だと成長しねえとありねえな。ああ不安定、安定性にかける。京都記念の週リスストロー歌唱記念、まあいいか。
こいつうまそなが赤いのつきすぎだな。しまった、同じレース出ちゃってもったいねえなーこれ。あ、買った方は一軍やな、もったいない。歩くみんなは先頭、後続を引き離しにかかる。かぶっちゃったね。懸命に足を伸ばす歩くみんなが。いやでもこっち弱いぞ。2番手はロンドンスクエア、歩くみんなが先頭だ。歩くみんなが1着、2着は負けた方はちょっと2軍だね。3着にサングレアル、歩くみんなが見事1番人気で答えました。いやこいつも勝ったといってそんな強い勝ち方じゃないし。ブルーアノディブ、みなりさんこんにちは、こんばんは。惜しいな、さっきね、もうほんの2月の1週目だったんだけど、馬刺しが、馬刺し記念勝ったんやけどね。で、馬刺しオペラ王も、若駒ステークスかな、オープン戦出て勝ったよ。二人とも勝ったよ。画面？あれ、画面が出てない？この差は果たして縮まるか。高戦場だ。固まってる？固まってる？マジで？いや固まってないよ。一応動いてると思うけど。映ってないかな。多分動いてると思うけど。見習い候補生。大丈夫だった？見習い候補生。変わった。オッケーオッケー、よかったよかった。ああ、普通に負けたな。アミットパープル負けたし。まあ、頻度はきついか。要はそんなにね、長い時間はし、お、開始が遅いから、あんましないけど。見習い候補生、クソ見逃したぜ。いや、でももうすぐ、もうすぐで、ドバイ出るよ。馬刺し。オペラ王の方はね、ちょっと、まだ、勝ち方がちょっと微妙じゃないけど、強いんだけど、なんかあんま人気がないんだよな。評価されてない。3番人気だったんだよな。待ってね、見せる。ああ、見習いさん来てくれたし、今日は馬刺しのドバイまでやろうかね。3月1、5週目かな。ね、ストレッチ、ドアスプリングステー。あ、馬刺しオペラ王が、ほら、3連勝したんだけど、若駒ステークスがなんか3番人気だったんだよ。人気が、あんまないし、能力がまだ一個もついてないから、スピードもそんなまだ高いわけじゃないし、成長がだから遅めないよね、こいつ。だから、まあ、クラシックはそんな、急いで出さなくていいかな、のんびり行こうかなと思って、毎日杯に次出してるね、3月の5週目。うん、遅めやけんね、まだ多分ピークは5歳とかだと思うんだよね。まだ3歳だし、じっくり行こう。であとは、私、食べろうの方は、これプリケツはね、普通に強い。4連勝、全勝してる。まだ早めやけん。早熟じゃないのにこの連勝はやばくない？全部、しかも全部1番人気。こいつ今、相当強い。ね、あ、お、馬刺し食べると、
あった。川崎記念買って、東京大賞典買って、候補生リスナー馬調子よき。調子よき。まあね、でも負けてる馬も結構いるから、特に牝馬がちょっと苦しんでるかも。川崎記念買ったから、候補生食べろ。ほら、ドバイワールドカップ、3月、だけに3月5週目に馬刺し2頭出るから、3月5週まで回そうかね、今日。よいしょ。こんな感じで。2軍から、アルクミナガを上げて、リリースレビュー。これでも遅めやけん。そんな急いで出さなくていいや。はい。で、は、ブルーアナジム。見習い候補生。オペラ王はまだ新人だから人気がついてないんだよ。そうやね、多分それもあると思うし、平常曲線がまだゆっくりで判断されてるっぽいから、ゆっくり見ないとな。デカマラ帝王が苦戦してんだよ。ほら、2着ば負けて1着2着2着で、なかなか3勝クラスであれしてんだよな。変なうまさなもついちゃったし。だけど負けるとね、こういう風になっちゃうから、むずいんだよな。見習い候補生だが求めている人間はこす。そうだな。確かに。馬刺しオピラ王も結局、刺しだったんだよね。ほら。後ろから行くタイプが多いな。ウッドチップ多い。オッケー。ダイヤモンドステークス一番人気。見習い候補生馬刺し一族は後ろから行きたいのか、ね、行きたい、うん、最後にこう直線で抜くタイプが多いのかもな。馬刺しは名前に刺しって入ってるしな、そういうあれなんだろうな。クリールカイザー必死に追います。この差は果たして縮まるか。まあいつでもね、場面は募集してますので、なんか思いついたら書いてもらえばメモします。やべ、刺されるぞこれ。あぶねー。そろそろリスナーバーもね、引退ちょくちょく出てきそうな感じはしてる。早熟も結構いるからね。勝った勝った、いいね。天原行くか。ヤシンスステークス。見習い候補生馬刺し食べろ、引退したらのやつ考えるか。そうやね。馬刺しはね、まだ多分まだ走れるよ。衰え、成長曲線が覚醒やけんね。覚醒はね、なんかあんま分かんないんだよね。予想がつかん。ピークが意外と長かったり、急にピタッと止まるけどまだ分かんないんだよな。覚醒は早く落ちるやつもいれば長くするやつもいるし、よく分かんない。覚醒はアイチ候補は私はオブザギアね。いい名前やな。アンダーキュート強え。アンダーキュートももう9歳とかじゃない？これ。8歳か。ダートは結構年取っても走れるんだよな、意外と。リアル競馬でもそうだけど。足に負担がかからんから長く走らせれるんだろうね。3月、サミットパープルもね、ちょっと下り坂になってきたかも。だけど帝王賞、ワンダーキュートも覚醒やけんね。長く活躍できてる。いえ。クラシックシーズン到来。7
死にテーマペラを母になるもん。ファイナルフロスト。こいつの予想当てになんねえからな。オルフェイブルからいただくバサシーブルは微妙だな。バサシーブル？あ、あとこの間ね、ピーザリオが馬娘化決定してて、その後に続報が来てさ、ラインクラフトとエアメサイヤと、誰だったかな、エアリングハートか、の3頭が馬娘になることが決まったらしくて、俺の好きな馬なんだよね、ラインクラフト。シーザリオ、ラインクラフト、エアメサイヤのこの3強、牝馬3強世代面白いんよね。やってほしいな、馬娘で。三者三様でね、面白いんだよ。エアメサイヤは、竹豊が、あれでね、絶対確実に伸びてくる足が持ち味で。シーザリオは、まあ、シーザリオとラインクラフトはどっちも福永さんが乗ってたんだけど、結局、見習い候補生、佐藤のダイヤモンドから佐藤のライスモンド。佐藤のライスモンド。佐藤のご飯か。ああ、いいね。あら、これ、欧州に行ってるなぁ。ちょっと良くないな、これ。これ、やめよう。変書きだ。佐藤のご飯を、もじってんのか。佐藤のライス。見習い候補生、第二候補は締め幅差し。締めは馬差し。逃げ馬の馬差しが出てきてほしいよな。馬差しオペラオード。3月5週、ちょっと仕上がりが早いな。放牧出すか。いや、いいか。見習い候補生、よし、メモっとくか。メモっとって、メモっとこう。いや、俺も入れとくよ、とりあえず。馬刺し、馬刺しを。だっけ。よいしょ。俺がメモっとくわ。キス。とって。バサシオブザイヤーね。バサシザイヤー。あとは、バサシルーブルは微妙って言ってたな。佐藤のライスフント。あと、あとは、シミはバサシね。でかすぎだな。お待ちを。予定。バミっぽいとこ。見習い候補生、まあ佐藤のはいつ使ってもらっても構わんからね、わら。オッケーオッケー。こういうとこ、こうでで、目折った。あ、そうだ、ワンダーピュートが、栄養書。馬刺しに出てもらいたいんだよな。ドルフィンマイルに出そう。しゃっくりが。
OK。3月1週目。あとは。私に、バフかける。ああ、バフかけるか。見習い候補生、デカマラが走るぞ。デカマラが走る。デカマラもね、ちょっと今、結構ね、調子悪いんよ。うん。3勝クラスで止まってるから。お、勝ったな。海外ジオン取ったぞ。お、勝ってる。こいつもね結構強い。距離路線的にはね、馬刺し食べろと被ってんだよ。エミーズパラダイス先頭。こいつがなんかだんだん今連勝中でめっちゃ力つきてきた。一応馬刺しの1個先輩だけどね。完全に独走。ブリージーゴート強い強い。ブリージーゴート圧勝ゴールイン。あ、今使い分けてんだよダート。こいつと馬刺しとあとワンダーキュート。小馬審査6連勝、重賞5連勝。飛ばそうか。あ、春競馬。いいね。デカモラ。見よっか。3勝クラス、一番人気。おー。一応グリグリだね。人気は圧倒的。デカマラテンヨ先頭、後続を引き離しにかかる。ハッピージュピタ2番手、手応えはどうか。残り 100m、 2番手はデリケートフェロー。デカマラテンヨ、これは決まったか。デカマラテンヨゴールイン。2着は微妙です。これは桁外れの強さだ。デカマラテンヨやっと抜けたな。3勝クラス。いいね。見習い候補生勝ったね。やっと勝った。あ、これね、手抜き癖っていう個性があって、最後気抜く剣いつもなんか2着に負けてたんだよ。嫌なあれがついちゃったな。これがちょっと良くないとこだな、手抜き癖が。ほら、上半期ダート世界最強馬を決めるドバイワールドカップの推薦馬が決定しました。適当なの。候補生、食べろうにもついてたね。うん、食べろうにもついてたから。でも食べろうはね、もう何、あの、もう打ち消してるんだよね。なんかついてるけど、なんか無効化みたいなのになってるはず。違う、なってないかな。推薦が来てドバイから。ほら、ドバイ悪いか。まあ出動するけいいんだけど、ワンダーキュートも来いって言われてる。どっちも行くか、同じレース。ワンダーキュートと初めて対決するな、ドバイで。見習い候補生、食べろう頑張れ。食べろう頑張れ。あれが来るよ。世界最強馬のね、ゲームオンデュードってやつが来るけん。世界チャンピオンが来るけん。私が、ダート世界チャンプに勝てるかどうかやな。ブリージーゴート変圧ステイクス。海外行くんか。宝塚記念。ちょっ、こいつも今連勝で波に乗ってるけど、早いな。見習い候補生、こいつの足を折るんだ。食べろう。食べろは健康 S やけんな。今あれだろ、見習いさん仕事中だろ。ありがとうね、わざわざ仕事中に。
ドレッツォがスプリングステークス。見習い候補生、今さっき終わったよ。終わった？うん。あ、もうじゃあ家に帰ってきた？ロエロはね、多分ピーク持っていけると思うんだっけ。アミットパープルも海外行ってるのか。みんな行くな、海外。ゴールドシップ。見習い候補生、今はセブンの駐車場から見てるわ。あ、マジかよ。駐車場で寒くないの？大丈夫か？今日はなんか雪がすごいらしいね。あの東京らへんはやばいんだろう。なんか見習いさんはどこ住みか知らんが、関東の方だったらあれだな。ナジーバイオ見習い候補生、まあこの後夜食食うからそっか、コンビニでなんか買ったか、食料。あ、これか。これを一軍に上げて4連勝中なんだよな。でも宝塚はまだ早いね。優勝に出そう。関西やし、なるお記念とか。おいらは岡山だよ。岡山か。てないから笑い。そっか。じゃああんま関係ないな。よいしょ。岡山って言ったら、桃鉄で言ったら、あれだね、桃太郎ランドのところ。あと、岡山って他に何があったっけ？倉敷市、岡山だよな。違う。広島だっけ？やべ、わからん。岡山の名産ってなんだ？桃太郎ランドのイメージしか、俺の桃鉄知識。きびだんごだよな。まあでもどっちにも、関西の方にも行けるしな、岡山だったらな。いつ？おい。アトマインモホモンズ。マスカット、きびだんご。エビビ、あ、そうだ、エビビシだったな。あ、放送ありえた5番人気。こいつ強いと思ったけど、人気してないね。オッカの子供なんだけど。いや、これやべえやつ。いるな、これ2歳女王だ。これマジジュムナルフィールズ1着。え、パーツクラオメガスピ、あ、ヌーボレコルト、これね、史実馬だね。オークス馬かな、オークス2着かオークス馬忘れたけど、相手が悪いね。見習い候補生 1.2 なんか見てる。 1.2?一回飛ばれてる。あ、7着ダメか。5、いやー勝てねえな。やっぱまだそんなね、この世代はそんな強い馬いなかったはずなんだが、でもそれでもやっぱシーズバー、CG ツーバーは特性ついてるからな。これで厳しい部分があるんだろうな。はい。あと3月の5週やけん。あと2週。3、4、5。あ、3週か。今日はそこまでやろうかね。1月1週スタートやけん。まあ、そんぐらいのペースでやっていこうかな。よいしょ。見習い候補生、ライトスターも頑張ってるね。ライトスターもね、頑張ってんだよ、ほら。復活したよね、休暇賞で。ジャマンカップ出たけど、まあでも5着なら立派なんよね。
オルフェーブルとかジェンティルドンナとかいたからね、これはしょうがない。ちょっと一回芝走らせるレースがないから、ちょっと一回ダート走らせてみるわ。タッパハヨさん、はい。プリキッツエロイはサツキ賞、うちこれもデズストロークは柏木ね。うん、一周方法こいつ強いな、サラボーなんとか。はい、正直こいつはもう引退でもいいと思う。十分に引き出してると思いますよ。鍋底型かな。宝塾って書かれてても一部ごく稀にね、コバになってまた伸びるやつがいいんだよな。それを宝塾やけど鍋底型って言うんやけど、まさかこいつ鍋底型かも。下手したらちょっともうちょっと置くか。珍しいんだけどね、鍋底型は。あ、アトニアエリン、オーストラリアンカップ見よっか。いやこれでもデバフかかりそう。日曜王者の争いだ。バトニアエリン先頭、2馬身から3馬身引き離す。ミリタリーアタック大丈夫かな。足色は十分、前に迫れるか。あと 200m、 先頭は依然として走ってきてるけど、ミリタリーアタック抜けた。2番手はバトニア、負けたね。ミリタリーアタック1着、2着にはどうやらアーモリアルベルティ。ミリタリーアタック、オーストラリアの G1 はねレベル低いから勝ってもらうのは困るんだけど、負けちゃったか。3着ライトスター、ダイオライト記念、1番人気シビル王、ちょっと2番人気か。ライトスターもね、もう当塾やけん、なかなか厳しい部分はあるんだよな。先頭2番手はライトスター、シビル王先頭だ。シビル王ゴールイン。やっぱちょっとダートじゃ足りんか。芝に出そうちゃんと。次があれだね、賃貸かかるな。ライトスター、前につければ力を出してくれ。見習い候補生、うん、しょうがないね。老いには勝てねえ、さすがに。お、インコショウ2番人気、勝ってもいいけど2着勝てねえな。お、馬刺しオペラを大成功。今週はストレッツォだね、スプリングステークス、あと阪神大賞典、フロリダダービー、ハイライト記念にしそっか。ライトスター、プリンスオブウェールズ、マジか。お前海外に行くのか。いや行かしてみよう。バルタチョウ、お、真鍮の府中、これね東京だとバフがかかるってやつなんだけど、東京出すか。見習い候補生、へえ。ウォッカの多分特性を継いだんだよな、この馬。なかなか使いづらくはあるんだけどね、東京レースだから。
見習い候補生、そんなのもあるのか。あるある。もともとモッカは東京の G1 めっちゃ勝ってるからさ、東京だけで4勝ぐらいして、5勝なんかもっとしてるかも、下手したら。天垣、ダービー、安田記念、ビクトリアマイル。ジャパンカップは取ってないっけ？ジャパンカップも取った。覚えてねえけど。アキボボイス。なんかみんな、あれに行くな。海外に行くな。これに。ちょっとしばらく休み。見習い候補生、有効か。有効。うん。一個の環境をゲット。これはいい。ロリダダービー6着ダメだ。はい、3着スプリングステークス、ストレッツ2番人気。1番人気誰だ？セシルウッドサイ。見習い候補生を。まあまあ勝てる可能性もある。川田翔が。マイネルフロスト先頭、内から里のアラジン先頭、200を切った里のアラジン。このまま振り切れ。里のアラジン強いな。気にストレート。いけるか。勝った。ストレート。刺したね。勝った。わずかにストレート。これ里のアラジンはね、安田記念勝つ馬やね。で、アレババが得意な馬やけん。雨降ってたし、この馬は良かったんだろうな。まあでも多分これ成長が遅いから、これから伸びてくるタイプの馬だね。お、川田さん。絆レベル上がった。やっと勝った。皐月賞に出るか。ちょっと一回保留させて。後で考える。阪神大賞。アドマニアラクティ。飛ばす。重賞だとまだ勝てんか。大成功。朝日食べろ大成功。ついに来たぞ。私の世界挑戦、ドバイワールドカップ。私オペラの毎日杯。行きますか。新聞読むか、新聞。期待されてる若手、スラボニーと7007勝。これ皐月賞馬だね、この年の。見習い候補生、プリケツイ。プリケツイたな。プリケツイた。シンエルコンドルパサ、母に早風ホルムを持つプリケツエロイ。現在の成績は無敗の5戦5勝、朝日杯フューチャリティステークス。幅広い距離をこなすオールラウンダーです。みなぎるパワーが武器ですね。いいね。あとはモーリス。モーリスも結構強いんだよな、今。ヌーブレコルト、さっき言ったね。よし。次世代のスター。私オペラ王はさすがにまだ重賞勝ってないからな。カルターチュー。ドバイ。私食べ。
バフかけようか。スピード上げる？現地。これだ。海外酔い。よし。これで勝てないならもうしょうがない。やれることはやった。あと、プリケツエロイ、サツキ賞。それ、そもサツキ賞だけど。ストレッツはね、勝てないと思うから、別のレースに出します。スタートに行ってもいいけどな。うん。リステッド競争に出す。リングセス勝ってんのか。ジャパンカップダートダービーなんかな、なんだかなって感じだな。いいや。うん。さあ、いけるかな。キングクロー。1800から3400。目黒記念。よし、じゃあ行きます。ついにゴー。見習い候補生馬刺し一族出撃、出撃二頭出し、馬刺しの二頭出し。なんか変な、初めて見た特性行きっぷり。珍しいぞこれ、多分レア特性。ドバイゴールドカップ、これは違う馬だね。13着ドバイワールドカップ、ワンダー級とか2番人気。これが世界最強馬、ゲーモンデュード。1番人気馬刺し食べろ、4番人気。よし、じゃあこれレース見よう、せっかくやし。馬刺しの見習い候補生、砂漠に囲まれた名壇競馬場で今年も熱い戦いが火蓋を切ります。各国の砂の王者たちが国の威信を馬刺し、どっちだっけ、こっちかな。最強馬決定戦ドバイワールドカップ、頂点に立つのはどの馬か。こっちがあれだね、スタートしました。ワンダーキュート、コースタート、ダンフォルセ。馬刺し食べろ、こっち。ダッシュよくダンフォルセ、こっちやね、馬刺し。続いて前へ行くのはゴールデンセンス、さらにはゲームオンデュード、12番ポータル前、その後ろゴールデンセンス。あ、この赤があれだね、世界最強馬だね。第1コーナーにかかります。内からはアフリカンストーリー、これに続く2番手がワンダーキュート、この帽子ビホルダー、半角少し低いみたいなのがうちの馬で、このクリスタルみたいな形が一番人気の世界最強馬だ。4勝馬刺し食べろ、その横馬刺しいい位置だ。レッド稼働、そのうちに続いていますベルシャザール、それに続いています。最高峰にパレスマリス、平均ペース馬陣を巻き上げ進んでいきます。さて先頭に戻りましょう。15番ダンフォルセ、レースを引っ張ります。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ5号ダンフォルセ、ゴールデンセンス、ほとんど差がありません。3番手にワンダーキュート、絶好の手応え。ワンダーキュートいい位置だな。ぐんぐんと進出、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。最後の追い比べ、先頭はゴールデンセンス。馬刺しも来てるぞ。3馬身以上、さあ伸びるか、ここから馬群がさばききるか。一気に後続が差を詰める。伸びんな。いやー、やっぱ世界の壁は厚かったな。世界最強も負けたね。3着にパレスマリス、ゴールデンセンツ、遠征の振りをものともせず堂々勝利。やっぱ素晴らしいレベルが高かったね。
5着6着頑張ってはいるんだがな。世界最強馬が4着だね。頑張ったけど強かったな相手が。手抜き癖が出ちゃったか。まだ取れてなかったね手抜き癖。あ、しゃあない。サミットパープル海外遠征見るか。馬刺しもちょっとあんまり海外適性はあんまり なかったかもな。まあ、また国内に戻るか。まあ普通に海外難しいんだけどね、遠征して勝つっていうのが。やっぱ抜けてる馬じゃねえとな、勝ちきれねえから。3着、まあ頑張った方かな。よいしょ、3着さあ、私2投目、私オペラの毎日杯1番人気。あー、モーリスがいるな。後のマイル王、オペラ王がいるな。もしかしたら馬刺し食べろうもあれが来た、ピークが来てるのかもしれんな、もしかしたらな。まあ多分今回は適正の海外適正で負けたっぽいけどね。よし見よう。セシルカメハメハ、お、大外回した。伸びてきた外からクラリティシチー。セシルカメハメハ先頭、1馬身から2馬身引き離す。デルタライアン懸命に追いすがります。緑の帽子が2番人気。これが私はなんか王道の勝ち方するな。バサシオテラオ1着、いいね、バサシオテラオ完勝。強いな、能力ついてくれれば。見事1番人気に応えました。いいね、見習い候補生。強い勝ち方はまだ無敗だしね、4馬身差。あー、しかしこいつは能力がつかんな。つけばね、皐月賞とかダービーとか出せるんだけど、さすがに何もついてないからな。坂も得意だね、右回りも問題ないと。いいね、弱点がないな、あんまり、オペラ王は。これは飛ばします。2着。高松宮記念。飛ばします。6着。まあ、まあまあまあ。ちょっとバス。食べろはね、残念だったけど。食べろまだ参るか。いや。まだわかんない。多分ね、国内でまた走れば多分勝つと思うよ。まだいけると思う。ただ海外はちょっとなんか厳しい感じはしたな。適性が ないのかもな。あ、デクスターがこれ、このこれ超強いよっていう証、流れ星デクスター14チェックしとこう。デクスターこれか、こいつだ。これでもダートバっぽい。多分ダートバだこれ。あとでチェックしようかね。もう1時半近いし、じゃあ終わりますか。私食べろが結局起動しますと。頑張ってくれたけどね。私食べろ。手を、長距離で手を抜いてる。手抜き癖が出てしまってると。放っておくと成長に悪影響が出るかもしれません。
本日から馬刺し食べろへの調教を厳しくしようと思っているのがどうでしょうか。馬刺し食べろにとっては辛いかもしれませんが、手抜き癖を克服するためには必要なことかもしれません。どうしますか。どうする。これすると能力が下がる可能性もあるし、手抜きを克服する可能性もある。こっちはもう手抜き癖は抜けないけど、まあ、疲れは取れたり信頼度は上がる。見習い候補生克服 OK。 厳しい仕事で疲れが溜まってしまいました。お、克服できた。いいね。克服した。これかなり確率低いんだけどね、克服すんの。いつも失敗するんだけど、運良かったな。反抗的、例えばこれが反抗的の直すやつなんだけど、だいたい失敗するんだよこれ。ほらほら全部下がる。よく克服できなかったってなるんやけど、運良かったな。馬刺し、新聞を読む馬か。セーブ。よし、じゃあ今日はこれで終わりますか。まあ馬刺し負けちゃったけど、また国内に戻って頑張ろう。はい、お疲れ様です。馬刺しは次は帝王賞に出そうかね。これ連覇しよう、去年勝ってるから。じゃあお疲れ様です。オペラ王の方はじっくり育てよう。今んとこ無敗だしね。お疲れ様でした。じゃあ終わります。